日だまりが聞こえる第2話、気候が多くないですか。 BL ドラマで青春の表現といえば水浴びですよ。キラキラ輝いてて大地と出会えてよかったなって。皆さんこんにちるちる、商業 BL レビューサイトちるちる編集部のアナコンダとちるちる編集部自社ドラマ評論家ひろみちアンダーグラウンドです。今回は日だまりが聞こえる第2話、もうね、いろいろジーンって苦しいもあったりとか、本当に楽しいテーマ、はい、というわけでこの第2話、今回も3つのポイントに絞ってお話ししていきたいと思います。はい、それではまず一つ目、浩平くんの心情描写。はい、これはちょっと私なんですけども、はい、とにかくこの1話から始まって難聴を抱えていると、でその自分のそういった自分の体のことと向き合うことっていうのがすごくきっと難しいことで、で浩平くん自体もそれにとても壁にぶつかっているっていう状態で、なかなか周りとのコミュニケーションもうまくいかず、大学に入りこのままちょっと殻に閉じこもってしまうのかなっていうような形で描かれていたところが、だんだんそのなんか太一くんに出会ったことっていうのがとっても大きなことで、そうやって一緒にバスケするっていう描写でも、そのなんか自分の殻に閉じこもっていた頃と、その太一くんに出会ってから本当に笑顔でバスケをできてるところとか、とってもすごいなんかその表情変化っていう部分、浩平くんがどう感じているかこの世界についてみたいな感じの回だったと思うんですけど、すごいなんかこうジンとくるというか、なんか心から太一と出会えてよかったなって思えるような、そんな私すごい感動しちゃった回でした。なんかもう太一くんが太陽みたいな存在、もう本当にそうですよね、表情がパッて明るくなるのがわかりますよね、すごいわかりやすかったです。はい、ポイント2つ目、太一くんの面白さ。はい、これは私が語らせてもらうと、ノートテイクで頑張ってノート取ってるんですけど、はいはい、先生にゆっくり言ってください、もっとゆっくり言ってくださいって感じで、もう堂々とえ、あんなこと言える、確かに分かりにくい単語言ってたからカタカナのカタカナ多めの多かったけど、いやそこで言えるんだみたいなところとか、はい、あとそのノートテイクした後に2人でいつもの場所でお弁当食べた場面、浩平くんがこれなんて書いてあるのって言ってるのに、はい、もうお弁当食べることに夢中で全然聞いてないっていうのが面白くて、でその場面で浩平くんも笑ったと思うんですけど、はいはい、見てる私も思わず笑っちゃうような感じで確かに嫌な感じは全くないんですよね、はい、であれって普通に考えたら話を無視されてるみたいな感じじゃないですかなのに全く嫌味とかないし、許せる元気な感じで、もうそこがすごい見てるこっちも元気もらえるなって思いました。本当にそうですよね、結構気候が多くないですか、お腹がグーってなっちゃった時に収まる収まるって言ってずっと叩いてたりとか、ラーメン食べに行くよってなったら結構ウキウキで歩きながら、可愛かったですね、あのシーンね、なんか一つ一つの、 あの動作が大きいし、表情もなんか豊かだし、本当にもう、まあ、太陽って、まあ、アナコンダさん言ってくださったように、はい、もう太陽の一言って感じで、自分の人生で友達でこんな人がいたら、なんかこう自分も明るくなれるような気持ちな、そんな影響をなんかくれるようなそんな存在だなってすごい思います。もう大型犬ワンコって感じですよね、ワンコって感じで2人のなんか組み合わせがすごいいいなと思います、本当にいいですよね、バランスも最高です。ポイント3つ目、水浴び。数々の BL ドラマで青春の表現といえば、はい、水浴びですよ、この日だまりが聞こえるでも、いやー素敵でしたね、素敵でした、もうキラキラ輝いてて、しかもその前のシーンが、はい、のバスケをその耳が聞こえづらいからあまり周りに遠慮されちゃってしっかりできないの後に太一くんがウェーイって感じでやってきて、はっ
バスケ楽しいみたいな、もうなんか青春のスポーツをしてからの水がオアシスすぎる、はい、オアシスでした。本当に視聴者側からしてもなんかこのね2人っていうのの関係性がどんどんそのねふざけ合いもたくさんできるぐらい、大地も公平もなんか心を許し合ってじゃないですけど、うん、汗かいて水浴びしてっていうところがなんかすごくいいキラキラの表現になってて、ここから2人の関係性がもっとねどん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 登っていくことに期待が膨らむシーンでした。嫌がるようなキャラとかだったらって思ったんですけど、なんか全然乗ってきてて、最初ちょっとえみたいになりながらも、蛇口からってお互いにも男らしいなんか、はい、水浴びシーンって感じですね、水かけシーンっていうかキラキラしてましたね、はい、もうなんか青春の1ページっていう感じで、1話も2話も割とお互いの描写、心情描写っていうのが多かったんですけど、あんまり関係性として進展っていうのはないですよね。確かになんかゆっくり紡がれていく、まあ、原作自体もかなりゆっくりと2人の関係を見守るような形のものであったので、これからがねドラマではどういう風に描いていくのか楽しみです。そうですね、はい、これからも見守っていきましょう。皆さんも2話を見た感想などございましたらぜひコメントお寄せください。お願いします。はい、それではバイチルー。